はい、どうもケンジでございます。こちら、はい、今日は、またレンズのね、お試しということで、ちょっと後輩にね、会社の後輩に、レンズを借りたので、ちょっと使ってみてくださいと言われたので、ちょっと借りたついでに、借りたついでというか、もう借りた日にもうそのまま仕事終わりにね、プラーッと写真撮りに行ってきたんですけど、そのレンズというのがシグマの 8-16 と、ね、8mm16mm の F4.5 の 5.6 っていう、超広角域といいますか、それの、ニコンのマウントのやつですね。で、私が今ニコンはもういろいろ売っ払っちゃって、今手元にあるのが D40 と、いうことで、D40 は本当僕はね、もう11年ぐらいか使ってますけど、いや本当にね、名機ですよ、ね、でちなみに D40 って言ったらどういうものかというと、一番最初に発売されたのが2006年らしいですね、の年末。で、キットレンズのタイプ、ボディだけのやつ、レンズキットのやつ、ダブルズームキットのやつっていう3種類でね、3パターンで発売をされて、その後2007年にダブルズームキット2というのが発売されて、このダブルズームキット2っていうのは、望遠側のレンズの方にブレ補正がね、内蔵されたものになったという仕様のもので、僕が買ったのがその2007年ぐらいだったので、ちょうどこの、ダブルズームキット2の方、ね、になります。でもうその後すぐ、もうこの D40 は生産ストップ、ね、終了ということになったんで、もうね、なくなる直前だったから、まあ値段的にもだいぶ下がってたんでしょうけど、まあそんなところで買えたと、いうことです。でこれが、有効画素数が 6.1 メガピクセル、つまり、600万画素ですよ、ね、600万画素ですよ、ね、今スマホどうですか、ね、でもスマホにもまだまだ負けませんよっていうね、私はそう思ってますで画像のサイズなんか、写真のね、これ動画も撮れませんから、動画撮れるようになるのはこの後ですから、ね、動画撮る機能ついてません、はい、で写真のサイズも一番大きいサイズで 3008×2000 っていうね、いわゆる3対2ですけど、それがマックスサイズということになっておりまして、あとはなんかがあるかな、まあ、そんなぐらいかな。あと、シャッターの仕組みっていうのが、CCD 電子シャッターと機械式シャッターの併用というね、まあ、よく分かりませんけど、そういうところがまあ特徴のようです、はい、ということで、そんな D40 で、今回は撮ってきましたという写真になります。はい、それではご覧いただきましょう。ドン。これが、箱崎ふ頭というところになりますけれども、よくね、釣りを私もしているところでもありますが、そこの、ね、ところまでバーッと夕方走っていって、車をポンと止めて適当にちょっと低い位置からね、狙ったというものになります。で、これがまあ車の後ろあたりから、ちょっと船が止まってたんでね、そっちの方をちょっ と空を入れてね、撮ってみました。でさらに車をね、こう低い位置からちょっと狙ってね、ぐっとこう見上げるような感じで何枚か撮ったりして、でその後この前に回り込んでね、フロントのこのライトのところ、ヘッドライトですか、あのところをこう狙って撮ったりとかしましたけれども、このね、ヘッドライトの部分の写真をインスタに上げたら、
インスタに車のヘッドライトばっかりの写真を上げてる方にフォローされたっていうねそういう、なこともありますので、ぜひ私のインスタもまあちょっとチェックしてみてください。はい、でまあ最後に、まあ、だんだん日が沈んできたんでね、こんな感じの写真を撮りまして、そして、場所を移しました。場所を移動して、三田と百年公園っていうところがあるんですけど、そこの駐車場に車を止めて、その横にまあ、カモメ大橋っていう橋ね、大きな橋があるんですけど、そこのところに行って、そこのねガードレールなんかを今これを撮ったやつなんですけど、なかなかねこの金属感っていうのがなんかいい感じだなと。で、沖の方をちょっと狙って撮ってみました。ちょうど飛行機がね、飛んできたところですけれども、で奥に大きなクレーンがね、で、駐車場に戻るときに、なんか石のこのなんていうかなポールみたいなのがこう立ってて、中にこうライトがね入ってるやつを、もうこれ真っ暗になった時ですけど撮ってみたりしましたけど、このノイズの感じとかねどうでしょうかね、なんか雰囲気いいなと思って。ということで、まあちょっと写真のサンプルちょっと少ないですけれども、今回はまあ超広角域でね、ぐーっと下からこう斜めにこう見上げるような写真なんかを撮ったりしました。非常にね、このシグマのレンズ、まあ暗めではねあるんですけど、まあ値段的にもお安いですし、こういう風なね、写真撮ってみたいなということであれば非常におすすめです。はい、ということで、今回は私の愛機 D42 シグマの 8mm16mmF4.5 の 5.6 っていうレンズをつけて、撮ってみましたというお話でございました。それではまた、バイバイ。